はい、えー。皆さん、こんにちは。レックス専任講師のかまたです。本日はですね、直前予想模試第1回の記述問題の44。 番から46問問ののですす。ね、問題の解説をさせていいいたただきたいと思います直前ということでですね皆さんあこのままで大丈夫かどうかというところ不安なところあるかとは思いますけれども試験合格するまで、えー、皆さん私もそうでしたけれども合格するかどうか知識がちゃんと入ってるかどうかっていうことはですね不安不安は尽きないわけですからあ不安は尽きないけれども合格者に共通するのは最後まで諦めなかったと。 いうところになりますから、あと少しですけれども、最後まで走り抜けていただければと思います。そして本日はですね えー、得点ということでそんなに皆様にお話しできることは限られてはきますけれども記述問題の44から46のところで皆さんの何か知識の足しになればと思いますので、えー、お付き合いいただければと思います、えー、よろしくお願いいたしますそれでは問題ですね44番の問題こちらの問題ですね 44番の問題から見ていきましょうか記述の問題のところではまずですね皆さん問題文を読んだ時に意識してほしいのはテーマを把握するというところテーマを把握した上で何を書かなければいけないのかという回答すべき点をしっかりと間違えないようにしておくというのが重要です。今回はですね 最近の問題はですね、聞かれてることを書いてくださいっていうところに、下線が引かれてるので丁寧なんですけれども、年によっては下線引かれてないこともありますので、しっかりとですね、聞かれていることにはマークをしたりしてですね、強調して、得点を逃さないというところが重要です。記述式試験、キーワードに点数入っています。書けと言われているところに点数入っています。ので、しっかりと点数漏れがないようにですね、マークをするというところは大事。 ですそれでは問題の方を見ていきますけれども行政法の問題ですね44は A は X 市内において飲食店の出店を計画して保健所長 B に対してですね食品衛生法に基づく営業許可の申請をしたとしかし A の申請から相当な期間を経過したにもかかわらず B は何ら応答もしなかったと。 何ら応答もしてないってことは何でしょうこれは不作為ですね、えー、何もしない不作為があるとそこで A は B の最上級業成長ですね B の上の機関である C に対して市長 C に対して不服審査法に基づく審査請求をしたと C は B が応答しないことについて C はですね最上級業成長 市長さん C は違法があると不作為に違法があるとさらに申請に対して許可処分をすべきだということを考えていますとこの時に A の審査請求に対する任用採決においてここからはしっかりとマークしてくださいどのようなことを宣言するとともに 誰に対しどのようなことをすることになりますかとここに点数が入っているわけですからここ以外のことを書いたとしても点数にはならないですからしっかりと書くべき点は強調しておきましょうそしてテーマの把握という問題お話ですけれども A が B に対してですね申請を行ったと。 それに対して B は何もしない不作為だと。あ失礼いたしました見えてないですね不作為ですよと。そこで A は B の上級最上級長である C に対してですね審査請求をしたと。 そこで C は違法があると考えるときにですね、どのようなことを宣言、誰に対してどのようなことをすることが必要になりますかということが聞かれていると。 もうここにに書いてあるように行政不服審査法に基づく審査請求ですね審査請求っていうのは行政機関に対して見直しを求めるう手続きでしたよね。行政事件訴訟法になると裁判所に対して見直しを求めるという話になりますけれども今回の問題は不服審査法に基づく審査請求ですね。不服審査 法の知識が聞かれていると同じ総称裁断作用争いを解決する作用ですけれども審査請求と行政事件では適用されてくる法律も違いますし請求の相手方行政機関か裁判所かというところでも違いますのでしっかりと押さえておいてください。でですねじゃあ何を書きましょうかという話ですけれどもテーマとしては不作為に対する審査請求 の任用採決を下すときにどのような手続きが必要ですかということが聞かれているわけですけれどもこれは条文知識を知らなかったとしてもなんとなくわかりますよねどのようなことを宣言するか違法があると思ってんだとじゃあ違法を言うんだと違法を宣言するんだとそして誰に対しですけど今回の当事者 B と A と C しかいないわけですから請求,してる人請求してきてる人に違法だって言ったって意味ないわけですから B ですよね。B に対してどのようなことをすることになるか許可処分をすべきものっていう話ですから許可しろってことを言いたいんですよねとこれを40字以内で書けば点数入ります正解です。 もちろん言い回しは条文と同じ言い回しをした方が満点入りますけれども違法だ許可しろ B に対してっていうことが書いてあれば20点満点中の15点は15点以上は入るところ入る問題になりますこの問題は簡単ですけれどもじゃあ実際にどんなことを書かなきゃいけないのかっていうのは条文をしっかりと把握すると記述問題は条文ですね 条文知識を聞かれてくることが多い民法もそうですなのでしっかりと日頃から条文を見れてましたかというところが結構得点の差に影響してきますのでしかも記述問題で出題される問題っていうのはですね過去問題あったりテキストに載ってる知識の中からの基本的なもの おーが出題されてきますすのででそんなにですね不安があることなく難しいの出たらどうしようって不安があることはなくですね日頃のテキストの内容過去問の内容そして出てきた条文があった場合には条文を条文集法令集でしっかりとチェックできていればあそんな難しいお話ではないですので条文をチェックするというところをですね意識していただければと思います。 今回ですね不作為法令に基づく申請に対して何の処分をしないことがあると行政庁の不作為がある場合については不服審査法4条の定めのところによって不作為について審査請求することができるとこれのこの条文に基づいて A さんは審査請求しているわけですねえそしてこの不作為の審査請求に対して理由があるという場合については採決で違法または不当である旨を宣言するとそして不作為庁の上級行政庁である場合は 場合については処分すべきもので認める場合については処分すべき胸を命じると不作為長自身である場合については処分をすべきものと認める場合には処分をするということが認められていますと上級行政庁っていうのは要するに上司ですよね上司は部下の監督権の講師として、えー、おかしいことを見直せということを言えていいですよね ですから命じるるっていう話になると不作為調っていうのは処分をするかしないかの判断権を持ってるところしてないところですから自分が判断をした方がいいと処分すべきものと認めるんだったら自分の権限ですから処分するってことは当然、えー、言えますよねと今回は上級行政庁が問題になってる違法だと思ってるというところですから。 不作為失礼いたしました。ししま違法または不当である旨を宣言して処分を命ずるっていうことを書けばいいんですとですから回答としては「不作為が違法である旨」「B の不作為が違法である旨」を宣言そして「B に対して許可処分をすべき旨を命ずることになりますよと。 この色を塗ったですねキーワードとなるところに点数が入っているわけですから先ほど言ったようにこの問題の場合についてはですね問題文から違法で B に対して強化処分すべきだということはかけた問題ですから条文知識がなくてもぜひ正解して欲しかった問題 になりますちなみにですけれどもこの審査請求に関するお話は採決に関するお話はですね今回は不作為に関する問題でしたけれども処分についてもですね審査請求の採決の手続き異なったものがありますのでしっかりと合わせて確認しておいてください。不作作為為にに対対すするる審審査査請請求求どちらも 卓越知識としてもまた記述では不服審査法出ていませんので不服審査をそろそろ狙われてもいいところですからしっかりと押さえておいていただければと思います。それでは次の問題民法の問題ですね45番の問題になりますけれども45番の問題のテーマ把握は簡単ですね消滅事項の問題ですと。 A さんが B さんに対してですね、50万円で絵を売ったという問題ですよね。50万円で絵を売りましたという問題で、 B に対して売買代金債権を有しているけど B が弁済を怠っているうちに消滅事項期間の6か月前になったことからと、消滅事項にかかっちゃいそうだと権利行使できなくなっちゃいそうだということで AB 間において裁判外でですね、えー、協議を行う旨ですね、を行ったと成果が得られなかったが第1の合意の3か月後に改めて裁判外で協議をする旨の合意第2の合意というものを行いましたと。その後も成果が 得られなかったことから a は消滅事項の完成を阻止するためにと完成阻止のために b を被告として売買代金の支払いを求める訴えを提起することを検討していますとこの場合 ab 間における権利についてこう協議を行う旨の合意によるどのような効力によって a はどのような期間内に訴えを提起すればいいですかと いいうこことが聞かれれているわけですねこれテーマ消滅時,あ時効の完成猶予更新のお話ですよねと時効の完成猶予と更新のところも民法の改正があったところで昨年の行政書士試験は民法改正の問題があほとんど出ていませんので今年はかなり改正点聞いてくるんじゃないかというところで注意が必要なところですからあ卓越知識 とと合わせててでですね記述でも注意してほしいところになりますそしてこれも条文問題ですので条文を確認していきますけれども「権利について協議を行う旨の合意が書面でされた場合については合意があった時から1年を経過した時または合意において当事者が協議を行う期間 競技期間を定めた場合ですね、期間を経過したときですね、1年以内の期間を定めた場合、期間を経過したとき、または競技を続行することを拒絶する旨の通知が届いたときは、通知のときから6ヶ月を経過したときのいずれか早いまでの間は時効は完成しないと、そして再度の合意というものは、時効の完成猶予の効力を有しますよと、ただし、えー 再度の完成猶予については時効の完成が猶予されなかったとすれば受教が完成すべきだった時から通じて5年を超えることはできませんよというところですね。 で、今回どの要件に該当するかというと期間を定めずに合意をしているわけですから期間を定めていない場合1ですね、合意があった時から1年を経過した時に時効が完成してしまうわけですから1年以内に提起をすればいいんですよねとそして再度の合意は時効完成猶予の効力を有するってことは再度の合意をしてから1年以内に訴えを提起する。 しななけければいいいっていう話いいですよねとですから「時効の完成猶予の効力によって」と「第2の合意があった時から」と「1年以内に訴えを提起すればよいんですよ」っていうことを書けばいいですと。 時効の完成猶予更新についてはそもそも完成猶予自由更新自由でいろいろあったと思いますどんなものが猶予自由でどんなものが更新自由になってたのかとそしてまた猶予自由と更新自由との関係性といったところはしっかりと押さえておくと択一知識としても押さえておく必要がありますので今一度しっかりと頭の中に入れておいてくださいこの短時間で時効制度をご説明するということはできないので解説としてはここ までになってしまいますけれどもしっかり時効の完成猶予と更新については頭に入れておいてくださいまたですね西国も完成猶予自由にありますので西国との関係でも知識をちょっとプラスアルファで抑えておきましょうか西国との関係ですね、えー 期間が満了しちゃうという時に、裁判外の請求としては、協議の合意もできますし、裁判外で請求する催告をするということもできましたよねと、そして催告があった時から、6ヶ月間は時効の完成が猶予されますって話でしたよね、そこでですね、皆さんに今回の問題との関係で押さえておいていただきたいのは、催告を1回して、もう1回催告をするということ。 再度の完成猶予と、再度、催告したら6ヶ月引き延ばされるのかって言ったら、それは認めませんよと、こんなことをやってたら、ですね、いつまでたっても、ですね、引き延ばしですねせ、あのー、義務果たしてよ、私、権利あるよね、お金返してよとかいうことを言ってるだけであって、ですね、実際にです、ね、実現、権利を実現しようという行為に出ていないわけですよね、この催告してる人は。 ああ自らに権利があるんだったら、権利が実現できる形にしろと、訴えを提起したり、なんなり積極的にしろという話になりますから、最,刻最初に催告して、再度の催告でもう1回、6か月猶予期間が延びるという話ではない、再度の完成猶予はできませんと、またですね、最初に催告をしていたら、協議の合意による再度の催告というものも認められていませんので、151一 1。条のこここの問題だと2項を正しがきしか書いてないですけど、151条の3項というところもしっかりと確認しておいてください。また、協議をする合意の書面と完成猶予テキストに書いてある内容ですけれどもこれ？ 丈夫な業務となかなか分かりづらいと思うので、表に軽くまとめておきましたと、まずですね、えー、期間満了しちゃうというときに、合意がある場合に、期間の定めがないときは1年、もしくは期間の定めがある1年以内の期間の定めがある場合、もしくは拒絶中止から6ヶ月、この1、2、3のいずれか短い時期まで、時効の完成が猶予しますよと、いずれか早い時期まで完成が猶予しますよと。そして、えー、ですねこの完成 有余猶予の協議をした後にまた合意をすると再度の完成猶予ということは認められて今先ほどの事例とは違ってですね ただし、合意をしてから裁,告裁判外の裁告というものによって再度の完成猶予というものは認められていませんので注意してくださいさらに、伸ばせる再度の完成猶予ということでどん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 合意をすれば合意というか協議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 って伸ばせるんですけれどもそれは5年以内ですといつまでも協議するって言って実現、権利を実現する訴えによるとかですね、積極的な行為に出ないということを防止するために合意 5年以内とといいうことになっていますから引き延ばせても5年以内ということになっていますのでこの辺の知識を補足的な知識ですけれども合わせて押さえておいていただければと思います。以上がこの45番の問題でしたと最後ですね。 46番の問題。A は B との間で A の所有する高建物を B に賃貸する旨の賃貸借契約ですね。A は B に対してですね、賃貸貸すと。自分の家を貸すという契約を行ったと。で、B に貸したと。そして B が保険会社あ X との間で保険に入ってたと。その時に家が火災で燃えちゃいましたから、 B に保険金が入ってきたと金が入ってきたと保険金が入ってきたという時に A はこの保険金請求権に関して どのような限度で誰に対してどのようなことを請求することができますかと A 和に続けて民法の規定に照らし河川部について40字程度で記述しなさいって問題ですねこれ代償請求権のことが聞かれている問題ですねこの問問題題も条文を知っていればすぐ解ける問題で,すでは条文を確認していきましょうかというところですけれども債務者が債務の履行が不能となったのと同一の原因ですね。 によって債務の目的の代償である代わりとなるですね、権利または利益を取得した場合については債権者は受けた損害の限度において債務者に対して権利の移転または利益の償還を請求することができると今回、債務者は B さんですよねと B さん。あ ですからその権利の移転または利益の所管保険金請求権という権利の移転を求めていますよね今回この条文のことを回答では書いてほしいと条文知っていればすぐ解ける問題ですねえ高建物の消失によって受けた損害ですね。 で条文知識があれば解けるって話ですけど記述、事案に答えなさいっていう話ですから受けた損害の額の限度においてっていうのを事案に表さなきゃいけない。 高建物の消失によって受けた損害という形で言い直さなきゃいけないというところはちょっと記述でですね注意していただければとただ、ですね言い直した方がより得点完璧にパーフェクトに入るということになりますけれども条文の文言がしっかりと書かれていれば15点以上入りますのでしっかりと条文の文言を抑えるというところは意識して学習を続けていただければと思います。そして 債務者に対してですから B に対してですよね、保険金請求権の移転を請求する。これも事案に即して、え権利の移転、何の権利ですか今回保険金の権利ですというところをしっかり回答に落とし込む必要がありますよと言ったところです。で、今回の問題はですね、A さんが 貸してるものに火災によってなくなっちゃって B が賃借人が利益を受けたんであれば A はこの保険金請求権について請求していくことができると損害の範囲において私に払えということ権利を移転しろということを言えてくるっていう問題ですけれどもこれと似てる関係としてですね何かありますよね何か代わりに、えー、権利発生した時に請求できるもの。 A さんが仮に B に1,000万円貸してたという時に B の持っている建物に対して抵当権つけてた場合に B が保険に入ってたと同じですね保険に入っていて、えー、これが滅出したので保険金が入ってきたという時この時もこの保険金請求権について権利行使できましたよねと。 これ形一緒でですよねとでもこっちは担保の話ですこっちは担保がない時の話担保の話の時には物上代位ですね物上代位の効力としてですね物、えー、に代わる権利ですね物の,の上に代して権利行使できる権利に基づいて請求していくこともできると。 こころこの辺も関連知識としてですね押さえておいていただければと思います。 以上ですね、えー、非常に簡単にはなりましたけれども44番から46番の問題の解説といったところをさせていただきましたあせっかくですね、本番まであと少しですから最初にも申し上げたように絶対に諦めないでくださいとそしてですね、えー、試験ですからあ結果出ます合否分かれますそして、えー、合格するのが一番望ましいですけれども合格できないという方も中にはいらっしゃいますですけれども合格でき できなかっあということでえ諦めないいでくださいせっかくここまで学習したんですからそれを諦めるということになったら今までの時間が本当に無駄になってしまうとせっかく学習をして、えー、行政書士試験に挑もうという意思を持ったんであればその意思を無駄にしないでくださいと是非ですねもし不合格になってしまっても来年 でもいいです。確実に必ず何かしら一つはせっかくやり始めたんですから、成果を得てください。そして、えー 国家試験やっぱりですね、合格するにはテクニックというところも結構必要になってくる。また法律っていうのは、行政書士試験の対象科目、県、民、業商法、会社法、合わせて2500条近くありますけれども、それをすべて学ばなきゃいけないということになったら、とても1年、2年、3年では、すべての知識は入らない。合格のために必要な知識は、その中で、その中から重要なものが聞かれてくるわけですから、メリハリを持って、 学習というものが必要になってきますのでですねぜひですね諦めることなくですね一つの手段として予備校を使うとかそういった手段もあります予備校はですね確かにお金はかかりますでもまたもう1年頑張ってその時間を無駄にすると いうよりかかは早早くく合格して早く成果をつかむ私も実務家ですけれども早く実務に出る実務に出たらお金稼げるようになるわけですからいつまでもお机上の上でですね勉強していてもお金にはならない,い,いわけですからあ、まあ、もちろん独、うん、学でもいいですし一番いいのは今年皆さんが合格することですから。 あそれぞれの人があーそれぞれの人にできる範囲でですね今年の試験望んでいただいて、えー、もしダメだったらという時にはまたあ一つなんか講師が諦めるなと言っていたなとせっかく勉強したんだとせっかく時間を使ったんだとであれば一つでも成果を残そうと。 いう意思があればですね、えー、また講義なので、えー、皆さんにお会いできた時にはあ皆さんを合格させたいと思っていますので、えーまあ、とにかくまあこんななんか「うん、講義取れ」と言ってるように聞かれてしまうかもしれませんけれども一番は皆さんが本年度を受かること。 が一番望ましいことですから最後まで諦めることなくですねあと少し本番まであと少しですから頑張って頂ければと思います。それでは少し長くなってしまいましたけれども私の直前予想模試第1回記述問題44番から46番の解説は以上とさせていただきます。そそれでは皆様本番頑張っててください、えー、そして えー、講義お聞きいただいてありがとうございましたあお疲れ様です